8割本気で手放すと信じられない奇跡が起こるんです。はい、こんにちは。今日も断捨離捨て活で人生好転のエチコです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、皆さん断捨離捨て活どうですか？じゃんじゃんね、できてる方もいればね、なかなか進まないっていう方もいたら、今まさに進まなかったのがもう進み出そうとしてるんですっていう方もいらっしゃると思いますし、もう手放してすっきりっていう方もいらっしゃると思うんですね。で、私のチャンネルを見ていただいている方はこの8割ね、手放してすっきりした人生、つまりは軽やかな人生、最高の未来というのを手に入れたいと思っている方がたくさんいらっしゃると思いますので、実際私が8割手放す前、そして8割手放した後の話をね、今日は3つの項目に分けてお話ししようと思いますので、今まさにね、捨て活されている方も8割手放したけど人生がなかなか好転しない方、8割手放して一体どうなるのかをね、知りたいと思っている方、ぜひ最後までご視聴ください。はい、私のチャンネルでは皆様の運気アップや人生好転に向けて様々な内容を配信しています。潜在意識や脳科学の知識を組み込んで多面的にお話しますので、ぜひ公式 LINE お友達になってください。公式 LINE ではお茶会、無料勉強会、そして YouTube では話せない内容をこっそりとお話していますので、ぜひお友達になってください。はい、ということで皆さん気になりますよね、8割手放したらどうなるの私、こんだけ手放したのに何にもなってないんですけどとかね、まあ、いろんなパターンの方がいると思うんですけれども、私が実際に手放す前後っていうのがね、もうだいぶ大きく変わっているということで、皆様の人生大好転に役立たせていただいたらなと思うんですね。で、逆を言えば8割手放さないと今日私がお話しする逆のことが起こるということで、怖いということなんでね、まあ、ぜひ皆さんね、耳の穴かっぽじって聞いていただきたいと思います。8割手放してどういうことが起きたかの1つ目、会話が変わりました。会話どういうことって思うと思うんですけど、これは要は8割手放す前の私の会話っていうのは、もうあの人がこうでとか、この環境がどうでとか、もうこういうのが嫌でとか、もう私も自分自身がもう嫌になってきたとかねなんか割とまあマイナスのことが多かったんですよ。で、じゃあ全部マイナスやったかって、そういうわけじゃなくて、もちろんプラスのことも言ってたんですよね。未来こうしたいな、こうなりたいな、この人いい人よねとか、もちろんプラスのことも言ってるんですけれども、圧倒的に今思えばやっぱりマイナスのことも結局ね、愚痴ってたって感じなんですよね。あの人がこうしてくれんとか、なんで私はできないやろうとか、この自己卑下も要は愚痴じゃないんですけど、まあマイナスじゃないですか。そういうことが口には出してはなかったにしてもね、心の中で思ってたんですよね。それが結局他の人の会話とか自分の行動とかに現れてるはずなんですね。で、そういったマイナスのことがたくさんあったんですけれども、8割手放したらほとんどマイナスのこと言ってないんですよ。ていうか感じてないっていう方が正解かなと思うんですね。結局は会話とか自分から出る言動っていうのは、自分の内面で思ってることがどうしても出てしまいますよね。その自然に出てしまうことが、まあ、要はマイナスがほとんどなくなったってことなので、自分にとってはすごく楽なんですよね。じゃあそれはなんでかって言ったら、それは周りにいる方たちが変わったからってことなんですよ。だから以前の私の周りにいた方っていうのは、まあ、愚痴を言ってみたりとかね、まあ、しょうもない話してみたりとかね、世間の話とかね、まあ、こういうことをしてたわけなんですよ。今の私とか私の周りの方っていうのは、今からこうしたいよねとか、楽しいよね、こんなことやってみたいみたいな、割とまあなんていうのか、未来志向なんですよね。だからなんかあんまりその方たちから家族の愚痴とか友達の愚痴とか、ほとんど聞いたことがないんですよ。だから自然に会話も変わっていって、どんどんこう、こうしたい、ああしたい、こうしたいみたいな、まあプラスというか、気分がウキウキする方の会話に勝手になってるってことなんですね。これはもうね、8割手放す前と後で圧倒的に違うことなんですよ。じゃあやっぱりそれはなんでかって言ったら、自分が変わったから、自分が8割手放して自分自身に集中っていうのをして、周りの人間関係も変わったということで、人間関係が変わったら会話も変わるって、まあ、こういうぐるぐるした循環になってるということになります。そして8割手放して変わった2つ目、こちらはストレスですね。はいはい、皆さんどうですか？ストレスありますか？ないですか？で、もちろん私も今がゼロのストレスではないですよ。生きてる限りストレスがゼロになることは絶対にないからね。だけど明らかに自分の中の負荷っていうんですかね、もうこれは本当にね、8割手放した後にね、めちゃくちゃ変わったんですよね。
なんか8割手放す前って言ったら、まあ、ストレスが今思えばあったよねってことなんですよ。でその当時はこれがストレスとか別に分かってなくて感じてないふりみたいな感じだったんですけども、なんやかんやね頭の中がごちゃごちゃしてるし、もう最初にお話したみたいになんか嫌なねマイナスな会話してたらそれはね自分にもストレスかかってるんですよね。であんなことしなこうしなければいけないとかね、いろんな概念がもうビチーって入ってるから結局はストレスだらけだったんですね。で今じゃあ8割手放した後の今はどうかって言ったら、ストレスはゼロじゃなかったにしても明らかに減ってるんですよ。まずは自分自身との関係性が非常に良くなってるので、もう全然なんかストレスがないですよね。でほんまに疲れた休みたーいってなったら、いいよ別に休みって感じなんですよね。でもなんかもう今は休んでるよりも動いてる方が心地がいいので、もうそういう風にしてるっていうだけなんですよ。だから旗から見たらなんかもうめっちゃ忙しそうで大変そうとか思うんやけど、全然やでって感じなんですね、私からしたら。だからストレスが別にないんですね。だから好きなことしてるから全然 OK ってことですよね。ね、あとはやっぱお金のストレスっていうのもね大きく変わりましたよね。もう以前の私っていうのは何かを買う時も、これ高いな、これ買おうかな、やっぱりやめとこうかなとかね、ここ行きたいのにやっぱりお金ないなとかね、もうこんな感じだったんですよね。何をやるにしても何を買うにしてもやっぱりお金と向き合ってたわけなんですね。だけど今の私どうかっていうと、もちろんね何でもかんでも出すってわけじゃないんですけど、明らかに減ってるんですよ。ああ食べたい食べよう、行きたい行こうみたいな、こんな感じなんですよね。やりたい行きたいと思ったら前ほどね、どうしようかなっていうのがね断然グーって下がってるんですよ。ということは自分に対してストレスないでしょ。でもすっごい楽なんですよね。もうこれは私すごい大きいんじゃないかなと思うんですね。まああとは人間関係もそうなんですけれども、もう余計な人間関係っていうのがないんですよ。だからもうあの人に食いつかうなとか、あの人にどう思われるんやろとか、そんなのが別にないので、すっごい気楽、ストレスがないということになりますので、この8割手放した後はストレスがものすごく軽減したということです。そして8割手放して得られたものを3つ目、こちらはね、自分で全て決めれるようになったということです。皆さんどうですか、全部自分で決めてますか。これね意外にね決めてますっていう人もいるし、私決めてないかもっていう方にね結構分かれるんですね。で、まあ、どちらもいて別によくって、あの自由だからいいじゃないですか。で以前の8割捨てる前の私って言ったら、比較的自分では決めてるんですけど、だけどやっぱりなんだかんだで人に依存してたりとか、物に依存してたりとか、環境に依存してるっていうのがあったんですね。だから決めれてるようで決められてなかったんですよ。これなんかちょっとトリッキーな感じなんですけれども、自分では決めてるつもりなんですけれども、やりたいと思った時に実は制限がねかかってるんですね。だから自分で決めれそうなんだけどやめとこかって言って、そういうことが結構多々あったわけなんですよね。だけどこの8割ダーッとね手放した私って言ったら、もう私が自分の人生の責任を全て負います、だから私は決めました、こっちですみたいなね、そんな感じなんですよね。だけど昔は、これ私合ってんのかな、間違ってたらどうしよう、怖いな怖いなっていう部分があって、決めれない事柄もあったんですよね。だけどもう今はもうやりたいと思ったらやろうみたいなね。だからたまにあの主婦の方で、私一人で決められへんっていう方がいるじゃないですか。ね、これは別にねいいとか悪いとかなくていいんですよ、自由で。だけどその時点で、ご自身って決めないんですかっていう疑問なんですよ。でも本人としては別にそれが当たり前、今まで普通だったので、あ、私って自分で決めれてないんやってことに気づいてないってことなんですね。だからこのあえて、まあ決断力と言ってもいいんですけど、今日私はあえてその自分で決めるという言い方をしているのはそういうことなんですよ。だから自分で決めれてるようで決めれてない、これをね私はね人生の中でね手放したいなっていう風に思ってるんですね。だからこれも見てらっしゃる方がね、まあ、それをね私も手放した方がいいと思いますっていう方もいれば、別にいいんじゃないですかっていうね分かれると思うんですよ。でもそれはご自由にどうぞっていうことなんですけど、やっぱりこのね究極の未来、最高の未来、人生大好転させたいって言った時には自分で決めていくっていうのがすっごく大事な核になっていますので、ぜひ皆さんね8割手放して軽やかに奇跡をどんどん起こしていきましょう。はい、いかがでしたか。また感想質問ありましたらコメント欄書いてみてください。今日の動画がちょっとでもいいなと思いましたら、いいねボタン、チャンネル登録、そして公式 LINE お友達になってください。はい、ということで今日の動画のまとめ、
8割手放すと信じられない奇跡が起きます。ということで、まず一つ目、会話が変わりました。まあこれは自分との会話、そして他者との会話、まあ、つまりは人間関係ということですね。そして2つ目、ストレス。もう手放す前はストレスたくさん手放した、あとはもうストレスがぐっと軽減されたということでした。そして3つ目、自分で決める力がついたということです。はい、今日の動画以上になります。また次の動画でお会いしましょう。 See you!